ったなって。スキップとローファー、石川県の能登半島に出身のめっちゃ頭がいい女の子が、地元に進学校ないから東京の男女共学の進学校に転校してくるっていう、トランスジェンダーのお姉様のうちに居候して男女共学の進学校に通いますっていう、なんか元子役のイケメンくんになんか助けられてみたいな、胸キュンなんだけど、はい、東大を目指して将来は政治家になりたいんで、その女の子はみたいなのがなかなか楽しいんですよね、はい、あの高校生のラブコメですけど、あなんか今時の高校生ってこんな感じなんだなっていう、高校生いいな、憧れるんですよまあでもその主人公はめちゃくちゃ可愛い子ってわけでもないところがまたいいんですよね。